オーストラリアンキャトルドッグは、オーストラリア原産の牧牛犬種の一つである。別名は、ブルーヒーラー、クイーンズランドヒーラー、オーストラリアンヒーラー。なお、オーストラリアンスタンピーテールキャトルドッグは、本種の単ビ種で、個別に不思議、公認登録されている。メスの子犬オーストラリアンキャトルドッグこれの原種は、同国原産のティモンズバイターという犬種で、 その犬は1830年代に作出された。ティモンズバイターは、牧牛犬として優秀な働きぶりを見せたが、ヒーラーとしては、牛のかかとを強く噛みすぎるという欠点があった。それを直して完璧なヒーラーを作出する目的で、本種の作出が計画された。1840年代に、本種の作出が開始され、ティモンズバイターとブルーマールの毛色のスムースコリー、 リンゴ、スミスフィールドキャトルドッグ、オーストラリアンケルピー、ブルテリア、ダルメシアンなどを計画的に交配させ、1890年にようやく完成した。主に牛を追って管理する、牧牛犬として使われている。リンゴのように吠え声を出さずに牛を誘導し、言うことを聞かない牛はかかとを軽く噛んで驚かせ、従わせる。 このように牛のかかとを噛んで驚かすことのできる牧牛犬のことをヒーラーという。また、本種は牛だけでなくヤギや馬、アヒルなどのハーディングもすることができる優秀な牧牛犬種の一つである。もっぱら作業犬として使われ続けてきたが、愛好家は多く、ショーにも出場し、不死へ公認登録されることになった。現在も作業犬として人気が高く、オーストラリアだけでなく、 アメリカの西部やニュージーランドなどでも刺激されている。ショードックやペットとしても飼育が行われていて、日本でもペットなどとして飼育が行われている。ただし、日本での頭数はあまり多くなく、1から2年に一度国内で子犬が生まれ、ジャパンケネルクラブに登録されている。2009年度の国内登録頭数順位は134位中104位であった。オーストラリア映画。 マットマックス2では、主人公マックスの相棒として活躍する。世界一長生きした犬とされる、ブルーイー本種の犬の中で、現在最も著名であるのは、ギネスワールドレコーズ公認の世界最高齢記録を持つ犬、ブルーイーである。彼は、すでに子犬であるが、出生年を確実に証明できる犬としては、現在でも、世界一長寿だった犬としての記録を持ち続けている。 ブルーイーは老衰により天寿を全うした29歳5ヶ月であったブルーローン系色と単ローン系色の犬筋肉質でがっしりとした体を持ち外見はややずんぐりしている首は太く胸が広い胴は長めで足は太く短めである耳は立ち耳、尾はふさふさしたタレをコートは固めのショートコートで オーストラリアの暑さに対応するためにシングルコート構造になっている。毛色はブルータンが主流で、この他にはタンのローンなどの毛色も見られる。ブルータンの毛色の犬の場合、子犬の頃はブルーの部分が真っ黒であることがほとんどで、成長、加齢に伴って色が薄まってブルーに落ち着く。 体高43から51センチメートル、体重16から20キログラムの中型犬で、性格は忠実で忍耐強く、知的であるが、やや神経質で人見知りする傾向がある。しつけの飲み込みや状況判断力が優れ、行動力と度胸がある。主人家族に対しては、人懐っこいが、あまり馴染みのない犬や人に対しては吠え立てて、なかなか慣れようとしないのが短所である。 気質の通りしつけの飲み込みは良いが、初心者が中途半端なしつけを行うと、ペット用の犬であれ人のかかとを強く噛むことがあるので、しっかりとしたしつけが必要不可欠である。スタミナがあり、運動量は大型犬並みに多く、力強く活発な犬である。かかりやすい病気は、関節疾患や生まれつきの盲目、難聴などがある。 現役の作業犬種であり、かつ経路関連の遺伝子による先天疾患を避けるための後輩前検診が推薦されるため、なかなか手慣れたブリーダーでないと繁殖させられないのが、日本で本種のブリーダーの少ない原因の一つである。ありがとうございます。